はい、本日はですね、ノースフェイスのウルトラストレータムプロを2週間履いてみてどうやったかというところのお話をしていきたいなというふうに思います。でですね、このサンダルがですね、結構いろんな人からほんまにこれ実際どうですかって聞かれること多くてですね、まあこういうのって実際履いてみるのはわからへんじゃないですか。で、僕は2週間も毎日毎日来る日も雨の日も風の日も雷の日もずーっと履き続けて、まあもちろん日によっては散歩する日だけの10分ぐらいの時もあれば、もう1日ナンバーで嫁とデートする時にずっと1日履いたりとかしてる時もあって、で1日の履く時間というのはバラバラなんですけど、本当に14日間毎日履き続けて、まあ、分かったところ、いい点もあれば悪い点もあってですね、まあ、最初に結論から言っておくと、よくいいですかどうですかって聞かれるんですが、まあ、答えから言うとおすすめというところまでもいかへんけど、別に買おうとしてて悪いものでもないという中途半端な結果になってますので、まあ、その辺を最初に結果としてお伝えしておいて、まあ、どんなところが分かったんかっていうお話をしていきたいなというふうに思います。で、まあ、今からお話しするのはですね、まあ、基本的には僕の感想とかがまあメインになってくるんですけど、まあもともと僕があんまりスポーツサンダルが好きじゃないっていうところもあるので、まあその辺をちょっと加味していただいて聞いていただければいいかなというふうに思いますので、あんまりスポさんは好きじゃない僕が2週間履いたら、まあどういうところが良かってどういうところが悪かったかっていうところなんですが、まず良い点っていうのがですね、これ購入の時にも言ったんですけど、やっぱりですね、ちょっと汚いから持つの嫌なんですけど、やっぱり歩き心地はめちゃくちゃ良くて、この、なんていうんですかね、サンダル特有の疲れる感じっていうのがもう全くなくて、本当にスニーカー履いてるのと全然感覚としては変わらなかったんで、歩き心地に関しては、めちゃくちゃ良かったなと思って、まあ、先ほども言ったみたいに、嫁と一緒に買い物とかして、一日ずっとこれを脱がずに履いたまま歩き続けたとしても、足が痛くなるっていうのはなかったんで、それに関しては履き心地は良かったなというふうには思います。まあなので僕はあんまスポさん履かないんですけど、多分スポさんハマる方っていうのはこういう歩き心地の良さに多分ハマるんやろうなというふうには思いました。まあただですね、僕は岩場とかそういうなんていうんですかね、ガタガタしたところってあんま歩いてなくて、本当にその辺の近所ちょっと歩いたりするぐらいなんで、まあ僕の近所そんなにど田舎ではなくて山場はあんまないので、基本的にはコンクリート普通に歩くぐらいなんで、まあそれであれば全然ソールとしては全く問題ないですし、で何時間履いても疲れるっていうことはなかったです。でいいところが計3つあるので、あと2つお話していくんですが、で2つ目がですね、これスポーツサンダルちょっと当たり前かなと思うんですけど、足元をしっかり固定できるってことになってて、まあ、購入のレビューの時も言ったんですけど、この甲の部分であったりだとか、あとこの横側のベルトをギュッと締めて調節とかできるので、自分の足の形っていうのにしっかりはめれるので、まあ、その辺っていうのはスポーツサンダルならではの良さやろうなというふうに思うので、まあ、そこは良かったかなというふうに思いまして、やっぱり人それぞれ足の形で違うじゃないですか。やっぱ横幅が大きい人がいてたりとか、甲が盛り上がってたりとか、あと異様に足の人差し指が長いとかってあると思うんですけど、僕は人差し指長いんですけど、まあ、そういう足の形が若干違うとしても、こういうベルトとかガッと締めてあげれば自分の足の形になるっていうのも、まあ、これはスポさんならではの良さやなのかなと思って、まあ、いいところかなというふうに思いました。で次の3つ目っていうのがですね、これ雨の日にも着用してみたんですけど、雨の日に着用しても何の問題もなく、例えば滑りやすいとかも全然問題ないですし、あとこの布のところっていうか、リサイクル素材のところも濡れても全然問題ないので、まあ、びしょびしょになった後普通にベランダでポンと置いといたらすぐに乾いたりしたんで、まあ、濡れても問題ないですし、あとまあこのもちろんソールの部分なんか全く濡れても問題ないので、まあ水とかにも強いっていうところは、まあ良かったんじゃないかなというふうに思いますので、以上言った3つ、歩き心地がいいっていうのと、しっかり足元を固定できるようになってて、水、雨の日でも着用できるっていうところになってるんですけど、まあ1番以外の2番、3番固定できて、水、雨の日でも履けるっていうのは別に全部のスポさんに共通する部分やと思うんですけど、まあこのサンダルならではの良さっていうのはやっぱり歩き心地なんやろうなというふうに思いました。で逆にですね、デメリットというかちょっと悪いというかちょっと気になったところになるんですけども、まあ、これもですね、足の形にはよると思うんですけど、僕に関してはやっぱりここのですね、三角ストラップのところが靴ずれしたっていうことになってて、でこれがめちゃくちゃ微妙な靴ずれになってるので、なんていうんですかね、めっちゃ足痛くてもう歩けませんねんいう感じのほどでもないし、足の指の皮がズルズルマンボウにめくれたっていうほどでもないし、やけど歩いてたら痛いしみたいな感じで、まあ一応写真は撮ったんですけど、足の指の小指のところが赤くなってて、それはなぜかというと、ここのストラップが当たってるから赤いんですけど、見た目的にもそんなに真っ赤っていう感じでもないし、実際自分本人としても二度と履きたくないって思うほどの痛さではないので、なんていうんですかね、中途半端な靴ずれなんですよね。痛いと言われれば痛いし、痛くないと言われれば痛くないし、そんなもん気持ちやって言われたら気持ちやしみたいな感じで、まあこの辺は人によってはちょっと靴ずれの度合いっていうのはちょっと変わってくると思うので、僕に関しては多少靴ずれした程度になってて、でこれは毎日履いてたら治るもんなんかって言われたらそうじゃなくて、やっぱりこのストラップの部分な
なんで毎日履いてようが全然馴染むことはなく毎日赤かったという感じにはなってます。ただ先ほども言ったみたいに痛すぎて歩けないっていうほどの靴ずれではなくて若干靴ずれしてるんちゃうぐらいの感覚っていうことになってます。まあなので人によればめちゃくちゃ靴ずれする人もいてると思いますし、で僕みたいな方もいてると思いますし、まあさらに靴ずれ全くせえへんっていう方もいてると思うので、まあこれはちょっと人によって違うので履いてみないとわからないんですけど、以前の購入レビューの時の動画でコメント欄で視聴者の方もここのストラップの部分っていうのが靴ずれしましたって言って貼る方もいらっしゃったんで、まあ、もし靴ずれするんであればこの小指のところのストラップっていうのが結構靴ずれしやすいんじゃないかなというのは思います。でデメリットはですね一応一つ目で、次二つ目、二個しかないんですけど二つ目っていうのが、これが多分最大のデメリットになってくるかなと思うんですけど、二つ目っていうのが脱ぎ履きがめんどくさいっていうことになってて、これをお前そんなもんスポーツさんやったら全部脱ぎ履きめんどくさいぞっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、僕スポーツサンダルを履かないのでこう脱ぐとき履くときっていうのがスニーカー以上に結構めんどくさいっていうことで、もう最初の2日間ぐらいでもう履くのめんどくさいから履かんとこかなと思ったんですけど、これ動画作るから絶対履いとかなあかんなと思ってほんまに来る日も来る日も履き続けたんですけど、やっぱり足入れていちいち足調節してってやるのがほんまにめんどくさくて、僕それやったら普段はもうスニーカー履くし、でその手間がめんどくさいんやったらレインボーサンダルっていうサンダルを基本的には履いてるので、まあ脱ぎ履きは結構めんどくさかったなというふうに思いまして、でまあスポさんなんかそんなもんやいう方もいらっしゃると思うんですけど、こちらにですね手羽のサンダルがあるんですけど、まあこれは嫁のやつなんですけど、僕は以前プレゼントかなんかで買ってあげたんですけど、この手羽のサンダルに関しては紐がですね硬いんですよね。なのでこの紐が硬いので、このこっちは柔らかくてペシャーンってすぐなるんですけど、こっちに関してはしっかり紐が硬くて立体的になってるというか、しっかり立ってるので、ここのベルトを緩めてあげるだけで足がそのままスポーンって入るようなスニーカーに近い感覚で多分これは履けると思うんですけど、嫁に実際これ履きやすいって聞いたら全然履いたり脱いだりするのは嫌じゃないでって言ってたんで、これ結構紐の硬さは重要やろうなと思って、これは結構硬くてこれは柔らかいんで、こう見てもらったら分かる通りペターンってなってるんですよね。でこんだけペターンってなってたら履くときにいちいちここ持ってで履いていかなあかんし、でまた履いた時に突っかかったりするし、でもこっちだったらある程度硬いのでこうパッて入りやすいようになってるので、まあ、この辺は多分手羽と大きく違うところやろうなと思いますので、スポさんやから履きづらいっていうのももちろんあるんですけども、それ以上に紐がなよなよやからどうしても履きづらかったっていうのが、まあ僕個人的な感覚になってて、靴ずれはそんなに大したことないんですけど、履きにくい方が僕からしたらめちゃくちゃ気になったんで、まあ、総合的に見たら一番最初に言ってみたいにおすすめもせえへんけど、買おうと思ってる人を止めることもないっていうのが、まあこんな感じの感覚になってて、例えば買いたい方からしたら歩き心地が気になると思うんで、そういう方からしたら全然歩き心地は全く問題ないですよっていうところになると思いますし、あと逆におすすめですかと言われたら、まあ脱ぎ履きめんどくさいしなみたいな感じで、あんまり日常的に脱ぎ履きをしない方であれば全然問題ないとは思うんですけど、僕もあんまり脱ぎ履きせず履いてたんですが、それでもまあ僕いちいち靴紐とか全然緩めたりせずにもう縛ってる状態でスポーンと履いちゃうので、そういうめんどくさがりの人とかはこれ結構めんどくさいと思うので、そういう方にはあんまおすすめしないような感じになってて、まあ、逆に一回一回こういうのをサイズぴったり合わせるのが普通っしょっていう方からしたら、いやこれはめちゃくちゃおすすめですよっていうことになると思うんで、まあちょっとどんな性格かにはよると思うんですけど、僕は正直2足目買いますかって言ったら絶対買わないと思うので、もし2足目買うとするなら、まあ、手羽じゃなくてもいいんですけど、こういう硬いやつっていうのをやったら履いてみたいなというふうには思うんですが、まあ、その辺が今回分かったところかなというふうには思います。まあ、なのでサンダルとしては全然悪くないですし全く問題はないかなって思ったんですけど、もしスポさんが欲しくて脱ぎ履きが楽な方がいいっていう方であれば、こういう多分他のブランドとかの方が硬いやつとかもあったりするので、こういう硬いものを選んだ方がいいかなというふうには思います。まあ、ただ僕もですね個人的には歩き心地とかは全然良かったんで、まあせっかく買ったんで夏とかは履くことはあるとは思うんですけど、そんなに頻繁にヘビーローテーションで履くことはおそらくないと思いますので、メインとしてはレインボーサンダル履いたりとかスニーカー履いたりするけど、たまにこういうのも履くかなという感じの位置づけかなというふうに思います。はい、ということになってますので、本日はですねこちらのウルトラストレイタムプロを2週間ずっと履き続けてどうやったかというところのお話をしてみました。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。